取り始めた時に体によく出るサイン3選。特に太っても痩せてもないから何も普段してないよっていう人いると思うんですけども、意外とこういう人に限ってパッと見ちゃわからないぐらい緩やかなスピードで脂肪を蓄積させてることってよくあります。実はその太り始めの時って体にある特定の反応が出てくるようです。それにいち早く気づくことができれば脂肪を蓄えてしまう前に食生活とか変えられることができますよね。まあ、これもね、正直医学的根拠があるっていうよりも僕の周りだったりだとか経験談が多分に含まれているので、まあ、参考程度に聞いてみてください。一つ目は口の中をよく噛む。二つ目は二重が安定しない。目が重い。三つ目は寝起きが悪い。もしどれか当てはまっていたら食生活の見直しをした方がいいかもしれませんね。まずは今日何を食べたかっていうのを振り返りがすごく大事です。コメントで教えてください。